はい、早急と言います。よろしくお願いいたします。今日はですね、近藤真彦さんが爆弾発言、ジャニーズはテレビから消えるのかという内容になります。元ジャニーズ事務所の長男ことマッチこと近藤真彦さんが今回の騒動に関してですね、もう知ってるでしょう。隠し事なしに正々堂々と話してほしいと発言をし、ざわつかせております。これはつまり謝罪動画でのジュリー社長のですね、知らなかったっていうコメントに対しての発言と見られまして、つまりはそれが嘘をついているという指摘にも取れる発言となりますので、これはえらいこっちゃですという状況です。ただですね、ことはもう言った言わない、知ってる知らないのコメント争いの段階ではありません。謝罪直後のピーク時はテレビでは各報道番組のキャスターたちのコメント合戦みたいになってまして、ニュースゼロ有働さんは、私たちニュースゼロも性被害は絶対に許さないという姿勢でしっかりと向き合っていきたいと思います。デイデイ武田さんは、藤島氏が自らも積極的に知ろうとしたり追及しなかったことについて責任があると考えているとしていますけれども、同じ責任を伝える側としても今感じていますとかですね、ホーステ大越さんは、日本の芸能界をリードしてきた事務所だけにこの問題が及ぼした影響は非常に大きい、被害を訴えていた人たちをはじめ夢を傷つけられたファンや、この問題でショックを受けた多くの人たちの思いをまずはしっかりと受け止めていただきたい、誠実に向き合うというのはそこから始まるのではないでしょうかと、まあ聞こえのいいことをごちゃごちゃ言っているわけですけど、本当に責任を感じているというのならですね、テレビはとりあえずこんな大問題の事務所との取引を即刻やめなくてはいけません。人ごとのように報じてはおりますが、これに関しては今ボールを持っているのはテレビ側です。もはや言葉ではなく行動で示す段階に来ちゃっています。テレビ局がデパートだとしますと、そのデパートの中に出店していた一つのお店がとんでもないやばいことをやってて、それを何十年も隠し続けていたことが発覚したっていう状況です。でデパート側は絶対に許しませんとか、責任は見逃してきた私たちにもありますとか、誠実に向き合うべきですとか、まあ、ご託を並べながらも、その店はデパートの中でのうのうと営業を続けている状態なわけです。いやいや、まず何とかすんのはお前だよっていう、デパートが何とかしろよっていうことですよね。クローズアップ現代が攻めたとか、知らん知らんっていう話です。それならもう NHK はジャニーズとは取引しませんって言わないと何の意味もないです。今年の紅白にも出ませんし、タイガも途中ですけどジャニーズタレント全部変えます、来週から徳川家康は西田敏行さんになりますぐらいでやっと普通な対応なわけです。でそうなると必ずタレントに罪はないってことになるわけですけど、もちろん罪はないと思いますし、場合によっては被害者かもしれないんですけど、まあ、それとこれとは別の話で、まあ、そもそも事務所の力のおかげでテレビに出れてた部分っていうのが大きいので、その事務所が大問題を起こしたってことが発覚したわけですから、それはまあ残念ながらタレントにも何の影響もないわけにはいかないでしょうし、そもそもその辺はなんか他の勤務先を探してあげるなりですね、まあ、事務所がやればいい話かなと思います。これまでのジャニーズの手法としては、まあ、特にその音楽番組で有名な分かりやすい話としては、ジャニーズ以外のその男性のダンスグループをこう出そうとすると、まあ、連絡が来てですね、そのうちとキャラが被るからうちのグループは出しませんって、まあ通達することで、まあ、音楽番組としては、まあ、本当は両方出てもらいたいわけですけど、まあ、ジャニーズからそう言われちゃうと、これから売り出しのグループと、まあ、人気のジャニーズグループを天秤にかけなくちゃいけなくなるわけで、まあ、そうなりますとやっぱりどうしてもジャニーズを選ばざるを得なくなるっていう、まあ、手法ですね。それで他の事務所のグループは、まあ、昔で言えばそのダパンプとかウィンズみたいな歌唱力があって、でまあ、人気もそれなりにある割にはテレビの露出が少ない、まあ、一瞬は出てくるけどいつの間にか消えちゃうみたいな状況になったわけです。なのでテレビ側が本当にやる気なら、その時に分かりました、どうぞ出なくて結構ですって、まあ、言えばいいわけですよね。けど言えないわけです。報道キャスターたちが真面目な顔して誠実に向き合うとは言っても、結果そんなもんです。ですので、まあ、今後どうなっていくのかって言います、まあ、テレビとしては、まあ、そうせざるを得ないっていう状況になって初めて動くスタンスですんで、例えばその新しい被害者が何か新しい証言をするとか、事務所が何か大きな動きをするとかですね、まあ、もしくはもうなんか警察が動くとか、なんか国が動くとかですね、まあ、そういうこのなんか報道せざるを得ないっていうことがあれば、まあ、しぶしぶ報道したりとかですね、あるいはこう世間の空気として、まあ、タレントが何かこう使いづらい空気になってきた場合にですね、テレビがどう判断していくかっていうところになってくるかなと、はい、まあその辺今後もね注目していけたらと思っております。はい、という感じで以上ですね、近藤真彦さんが爆弾発言、ジャニーズはテレビから消えるのかという話になりました。ありがとうございました。